来た、アリサ、お前も戦えよ。いやー、また返り討ちですか。すごいですね。さあ、さっきの話の続きをしようか。あ、今あの勇者たちの設定を出しますね。設定って。パーティーの中心人物はノア。わお、ジョブは賢者ですよ。レベルは25ですって。推奨レベルに届いてないですね。装備品はある程度揃えていたみたいですけれど。それよりこの世界がゲームってどういうことだ、骸骨。アリサです。そこ気になっちゃいます？当たり前だ。仕方ないですね。実はこの世界は神様が作ったゲームの世界なんですよ。神様が作ったゲームの世界。はい。だから勇者たちは魔王様が何もしていなくても倒しに来ますし、魔王様は倒すべきラスボスなんです。聞いてねえぞ。てか、なんでお前がそんなことを知っているんだ、骸骨。アリサですってば。私は神様から魔王様をフォローするために作られてますからね。システムに干渉する権限を与えられています。お前の方がチートじゃねえか、ふざけんな。でも神様が作ったゲームなら、なんで転生者の俺が魔王なんだ。普通転生者は勇者だろうよ。これは実験なんですよ。実験？はい。プレイヤーが魔王になったらどこまで勇者と戦えるか、システムを見直すための実験だそうです。ほら、ラスボスの戦い方に違和感を感じたことってないですか？普通は回復職から倒しますけど、ゲームのラスボスってそういうことをしないじゃないですか。まあ、回復職ばっかり狙われるような RPG があったらクソだからな。でしょ？だからプレイヤーがラスボスならどういう戦い方になるのか実験したかったらしいですよ。あとは転生者が勇者とか普通すぎて面白くありませんからね。クソか。ちなみにゲームのタイトルは何だ？ゲームプレイヤーが魔王に転生した件についてだそうです。そのまんまじゃねえか。あ、次の勇者が来ましたよ。失礼しますね。待てこら、話は終わってねえぞ。私に会いたいなら勇者を倒してください。ふん、マジか。本当にクソだな、この野郎。次の団体はちょっとレベルが高そう。え？あれ？なんかまた来たんだけど、こいつら。あれ？こいつらって、お前が魔王だな。そうだけど、前に待ってるよな。私の名前はテレンス。西王国シャインティアの騎士だ。あたいはナタリー、格闘術のプロさん。聖女、アリスと申します。封印の魔女、イザベラだよ。前も同じような自己紹介しただろ。てか、なんで生きてるんだよ。お前、世界の調和を乱す魔王よ。お前を倒す。いや、だから、いざ参る。少しは人の話聞けよ。面白すぎますね、これ、本当に。これ、無限ループしてんのかな。仕方ね。今回もお前らにはアーマーカースをかけた上で、俺がダークネスをかけてやるよ。しょうがねえからな。メス。オッケー。魔法もこんなそんな強くないやっぱ。やばいやばい。テレンスは魔法を使ってくるのか。オッケー。ディフェンドが下がっておりますよ。そこにダークネス。あ、ちょっと体力あるんじゃないこいつら。まあ、とりあえずあのナタリーから倒さないと、あいつね。あ、違う違う、アリスから倒さないとね。蘇生攻撃してきましたからね。やばい、テレンスもキュアをやってくんだ。あいつなんかレイズやってたぞ。ナタリー、誰か死んだと思ったんだ。チキショウ。あ、キュアだ。あいつ自然回復しやがる。マジか。じゃあ全体攻撃で、まあアリスはこれで倒したから大丈夫だね。オッケー、ブリザードでも食らっとけ。おい、やにゃお、リカバー。やばいやばい、めっちゃ回復した。あいつチキショだな、チキショ野郎だな。やっぱ全体攻撃で少しずつ減らした方がいいな。これ回復されて消耗戦でやられるぞ。
オッケー。ちょっと待った、ちょっとね、うん、君を倒す、アリスを先に倒す、魔法が来る前に攻撃したい。いてー、やばい、危ねえ、よかった、ナタリーにやられなくてよかった。テレンスがやばいね、回復、お、何ミスールとかそういうことある？チキショー、あのテレンス、てめえ、ちょっと待て、マジで待て。オッケー、スパークも放っちゃおう。魔法攻撃に備えている？やばい、あー、よしよしよし、回復さえされなければ大丈夫、ナタリーは潰せる。オッケー、バイバイ。何あいつまだ生きてんだ、やばい、うーし、うーし、うーし、オッケー、次テレンス、テレンスをやっぱ攻撃していかないとダメだ。ナタリーもそろそろ潰さないとまずいな、これ、こいつ攻撃力あるからな、なんか、うわ、防御力上がった、全員上がった、めっちゃ強いこいつら、レベル低い割にちゃんとした攻撃してきやがる、やばい、消耗されてるかなり。よし、いいぞいいぞ、ナタリーを倒そう。テレンスの一騎打ちになりそうだな、これ、いて、やばい、セイント、おお、危ない危ない危ない、しゃ、あー、あいつ生きてやがる、しゃ、オッケー、クリティカルヒットじゃん、今の会心の一撃、しゃ、テレンスとの一騎打ちになりそうだね、これね、オッケー、オッケー、上がってくるや、オッケー、大丈夫、次ナタリーは倒せるから大丈夫、しゃ、オッケー、しゃ、テレンスとの一騎打ち、いいね、主人公と魔王の一騎打ち、俺も格闘攻撃でお前に答えよう。さあ、クランがいい、俺にはまだ瞑想という技があることを忘れちゃいけないぜ。おお、ちょっと強かったなこいつ、でも勝ったも同然だぜ、これは回復さえしなければ、回復さんしなければ、よっしゃよっしゃ、攻撃力が上げたところで意味はない、お前の負けだ、シャーシャーシャー、危なかった、よっしゃ、なんとか倒した、やられた、よっしゃー、おー、どんどん、あっぶねー、ちょっと強くなってたやが、なってやがったじゃねえか。魔法焦ったね。うん、ちょっと焦ってる様がウケる。ああ、倒したぞ。出てこい、骸骨。何度も言っていますが、私の名前はアリサですよ、魔王様。前々から言おう言おうと思ってたけど、なんでスケルトンがそんな可愛い名前なんだよ。可愛いだなんて、うっぜー。で、私に何か聞きたいことがあったんじゃないですか。あ、そうだ、前に倒したはずのテレンスとかいう勇者がまた来たぞ、しかも強くなってたぞ、どうなってるんだ。ああ、本当だ、レベル30まで来ましたね、今度は推奨レベルまでレベリングしてきたんだ。今度はってどういうことだよ、なんで生き返ってるんだよ。だってゲームですから。何？勇者は死んでもお城や教会で生き返るんですよ、常識です。そういう仕様かよ、しかもきちんとレベリングしてきやがって。装備も最強のものでしたね、ラスボス撃破には十分な状態だったはずです。それでも負けるのはやはりシステムのアルゴリズムが脆弱なのが原因でしょうか。アルゴリズム？ああ、 RPG で敵に設定されている行動パターンのことか。あの勇者たち無意味な行動が多すぎるな、余計なことばっかりしてるっつうか。雑魚敵ならそれでいいんでしょうけどね、そのあたりがシステムの戦術的に弱いところですからね。けどあいつらまた来るよな。ええ、またレベリングしてから来るでしょうね。そんな繰り返ししてたらいつか倒されるだろうが。やっぱり積んでやがる、くっそ、せっかく勇者を倒せば生き残れるかと思ったのに、やっぱり死亡ルート確定かよ。あ、次の勇者パーティーが来ましたよ、私は失礼しますね。くっそー、こうなりゃやれるとこまでやってやる。気合入ってますね、魔王。またノアたちか。こいつらめっちゃ強かったからな、さっき。やばいですね。次はお前らか。まさか本当に魔王が。強制の正体はこれだったのね。お前らのん
お前ら NPC かよ。同じことしか言えないのか。私の名前はノア。人は私を賢者と呼びます。俺はアーネスト。魔族に師匠を殺され、その仇を討つために旅をしてきた。王家一刀流龍馬でござる。この剣の腕を世のため、人のために振るうため鍛え上げてきたでござる。私はブレンダ。森を壊す奴は許さない。属性を離れし者なれど、世の平和のためにあなたを撃つ。分かってたけど話し合いは無駄か。いざ。もうどうにでもなりやがれ。やばいね、これ今回めちゃくちゃ強くなってんじゃないですか。じゃあとりあえず魔法でアーマーカースでまず防御を下げてからダークです。行きましょう。いやー、めっちゃ気合い入れた。おお、めっちゃ強いこいつ。ねえ、やばいんだけど、 HP がどんどん削られていく。回復ターンに入ったらまずいやつですよねこれ。チキショー。おー、めっちゃ体力ある。ノアだっけ、なんかやってくんのね、回復魔法。 OK、 ノアを集中攻撃しながら、あ、ブレンダーもめっちゃ強い、あの弓。やお、ちょっと OKOKOK。ノアをちょっと集中的に狙いつつ、あ、待って、あのね、龍馬がね、倒れそう。龍馬を倒せそう。でもノア急回復してくんのか。あー、やばい、めっちゃやばい。お、龍馬の攻撃力がやばい。ディスプレイやってきやがった。お、よかった、魔王には効かなかった。よかったよかった。よしよしよし、いいぞいいぞ。回復なんかが来る前に倒す、絶対。あんま効かねえ。やっぱ魔法で、基本魔法で、基本魔法で全体的に攻撃した方がいいかも。やばい、これやばい、マジで超減らされてる。半分くらい減った俺。絶対魔法防御。なんでそんなこと。やばい、あー、奪われた。よしよし、あ、何、あ、そうか、ノアには効かなかったんだ。よし、龍馬とブレンダー倒したぞ。あと2人か。よーし、ノアがレイズみたいなことしてこなければ大丈夫。よしよしよし、いいぞ。レフォンカース、あー、攻撃力が下がった、やばい。魔法バリア、よしよしよし、オッケーオッケー。魔法は効かないね、こいつら。あ、やばい、魔法使えないし、パンチは弱いし、でやばい状態になってる。これ痛い。防御力が元に戻った。やばい、どんどん削られてる。60って何。やばい、魔法防御つけてんだあいつ。でも瞑想しよう俺。ちょっと一回ぐらい瞑想した方がいい。痛い、やばい、やばい、あいつ攻撃力がやばい。瞑想を始めた。やった、あ、めっちゃ回復した。やった、これ大丈夫かもしんね。 OK OK、 じゃあ弱い魔法でいって、よし、ブリザード2回ぐらいでいくか。クイックムーブ、速くなったんだあいつ。やばい、痛い、アーネス攻撃力がやばい。よっしゃー、倒した。よしよし、あー、よかった、危なかった。瞑想なかったらやばかったな。かなり減らされてたな。あーあー、ちくしょう、パンチしかねえ。サイレンス状態になってる。ノア武器かっこいいな。さあ、回収に打ち切り。油断したなのは俺に勝てると思うなよ。しゃ、やったぜ。ここまでとは。イエーイ、おー、危なかった。勝ったのか。セーブ、まだセーブできるんだね。OK。 シャープ3へ続く。